ヒルミミズ類ブランキーブデリーダは、ヒルとミミズの中間的な姿の関係動物。ザリガニを中心とする、炭水甲殻類に共生する小型の動物である。体は15節からなり、1節に2つの体幹がある。肝体は9から10節にあり、1から2体の清掃と1体の卵掃がある。頭部とはっきりと体節が見て取れる動物とが区別され、体旋法の4節が融合して、 頭部を構成し、残りの11節が頭部になり、その最後の数節は時に密着して、見分けが難しいことがある。合毛を全く持たない。体の後端には吸盤があり、前端部は一般的には口を囲んで発達し、二魚か、あるいは数う,うに分かれた甲子を形成する。口腔の内部には腹背に位置する体を成す。顎板がある。生殖層は体を成すが、 その開口は一つで、いずれも覆面性中線上にある。私有胴体である。生きている時は透明化、またはピンクや褐色を帯びた半透明をしており、固定すると白くなる。体長は孵化直後は1ミリメートル以下であるが、成長すると多くは数ミリメートル程度になり、野外で肉眼でも確認できる。北、アメリカでは大きいものは12ミリメートルに達するものがある。 和名はヒルに似たミミズとの意味と思われる。英語での通称はクレイフィッシュワームであるようだ。内田ザリガニの全身あちこちに本群の個体が見える。大部分の種が北半球の淡水生のザリガニ類の体表に生息しており、これは共生生活であると考えられている。生息部位としては、体表と、それにエラ室内に生息する例もある。例外的にエビ、カニ、 当脚類に生息する例も知られている。生きている時は、宿主の体表を、尺取虫のように動き回る。卵法は、休憩から防水型で透明、柄がついている。餌としてはごく小さな無脊椎動物、動物プランクトンなどを食べる。その後期は、本体よりずっと小さなものなら、広範囲に接触できるようになっている。体が分断された場合の再生能力はないと、 見られる。本軍と宿主との関係についてはいくつかの説がある。宿主は特に利益も被害も受けず、本軍の方もさほどの利益を宿主から得ていないとする判断は元来は観察の情報に基づいたものである。実験的には本軍の生息するザリガニと本軍を取り除いた宿主との飼育結果として、ザリガニの適応度や死亡率に、 さほどの変化がなかったとの報告がある。他方で、本軍を、ある程度以上の高密度にした場合、本軍の動物が、宿主のエラ室の中で微小動物や、有機物粒を食べることによって掃除してもらうこととなり、宿主が利益を得るとの結果が得られており、これによると宿主と、本軍とは相互に利益を得る、総理強制との判断ができる。 また本軍のものがさらに高密度であった場合には、宿主に一定の不利が生じるとの実験もあり、これは本軍を規制とみなす判断になる。実際にはこれらを含む範囲の中で、本軍の密度や状況、宿主の状態、あるいはそれらを含む環境、また分類群の違いによって様々な関係があるのだと思われる。現在まで世界で150種ほどが知られるが、すべて、 北半球から知られる。地域ごとの固有性は高く、宿主一種に対して、本群の複数種が共生することも多い。なお、同様に甲殻類の体表に生息する、小型動物として、変形動物モンウズムシズナのキレカシラ類、タムナセハリガがあり、日本ではエビアドリツのムシカーデニッコラインディカが知られるが、南半球のザリガニ類では、本群はおらず。 この類のみが見られるという。なお、ザリガニ類を液心標本にすると、本群のものは、宿主から離れて、薬液の中に沈むが、一部は、太表の隙間に残り、またエラ質内部のものはそのままに残る。そのために、ザリガニの標本から本群の標本を得ることが可能で、例えば、北海道大学に保存されていた1872年採集の、日本ザリガニの標本から3種の、 本群が発見された例があり、これは日本産の本群が初めて記載された時期を30年以上も遡るものである。ちなみに普段の日本産からの初記載も日本ザリガニの標本瓶から取り出された標本によるものであったよし。本群はヒル類と貧ウ類の中間的な形態を持つものと考えられる。そのために関係動物を多茂類、 品毛類、昼類と分けた場合に品毛類とした例も、昼類とした例もある。現在は昼、ミズともに簡単繋くらいレイタに含め、その中で独立目としたりさらに上の単位で独立させたり、諸説がある。本群はよくまとまった、単系統をなすと考えられる。これをまとめて、昼ミズかブランキーブデライデイとした。これを、 目の段階まで独立させたのが1965年のホルトで彼はそれによってこの軍をミミズ類とヒル類から独立させた。その後、1986年に彼はこの軍を5つの軍に分け、それぞれをトガの段階に昇格させた。この扱いを継承しつつも、やはり本軍を一つのトガとし、その下に4に赤を認める判断もある。ただし、 分子系統の分析ではこれらの都が、あるいは赤の分類が系統を反映していない可能性も指摘されている。他軍との関係については、分子系統からヒル類と姉妹軍をなすとの結果もあるが、泳ぎミ,ミズメランブラックリだと近縁との見方が強い。ザリガニ類の上に住む本軍の動物についての記述は1745年の ローゼルフォン・ローゼンホーフによるものにまで遡る。このクレイフィッシュアームに最初に名を付けたのはブラウンで、彼は1755年に、キルド・パラシタと命名した。オディアは1823年にブランキー・ブデラ、ステイシーを記載し、これがローゼンホーフの記述に似ていることを指摘している。さらにヘンレは1835年に、ブラウンの記載した詩をこの属に含めた。 この群の最初のモノグラフは1912年にまとめられた。日本ではザリガニ類としては東北以北に日本ザリガニが在来種として生息している。この種の上からザリガニミミズ属シロードリアスの種が13種知られ、すべてが日本の固有種である。ただし宿種が絶滅危惧種であるため、これらの大部分が環境省のレッドリストで絶滅危惧通類に指定されている。 ザリガニ類としては他に外来種が複数あるが、そのうちの内田ザリガニの上から本群の外来種が3種発見されており、そのうちでサスドリアスアテンタスが北海道でザイアーナジェトンビクトリエンシスが長野県で現在も生息している。なお、日本では日本ザリガニに複数種のヒルミミズがおり、北海道と本州ではそれぞれ別種となっている。他方、 現在最も普通に見られるザリガニはアメリカザリガニであるが、これにはヒルミミズ類は全く見られない。しかし、原産地のアメリカにおいては、アメリカザリガニにもヒルミミズ類は生息しているという。従って、日本においてアメリカザリガニに全くヒルミミズ類が見られないとは、不思議な現象と言える。一つ考えられるのは、アメリカザリガニを持ち込む際、 その商品価値を下げないために、昼見水類を駆除、例えば塩水で洗うなどの処理をしたのではないかということ。もう一つは、アメリカザリガニの繁殖力があまりに大きく、単一の持ち込みだけで国内に広く繁殖してしまったらしいこと。つまり、原産国からの持ち込み回数が最初の1回だけにとどまったため、付着動物の入る機会もなかったのではないかということである。 他に日本南部の沼エビ類からエビアドリミミズホルトドララストランケイテスが発見されている。この種は中国から知られたもので、兵庫県のものは釣り絵用に中国から輸入された沼エビ類海と共に持ち込まれたものと考えられている。しかしこの種は宮古島と紀伊半島南部からも知られており、少なくとも宮古島のものは在来ではないかとされている。ありがとうございます。